西畑と友人の3人で焼肉に行ったという長瀬は、大和れからのお誘いで、大和が店を予約してくれて、ちょっと耳のことも話しつつ、お仕事のことも話しつつと楽しく食事をしたという。その店では、海苔の代わりに、肉で巻いてあるウニ軍艦や、ネギダレが美味しかったと振り返った。2時間ほど食事をして、お会計するかってなったとき、いつもだったら、俺がおごるか。 じゃんけんなんですよ、と流せ。ただ、その時は、大わが何も言わずおごってくれたという。そんなことないですよ、普段、絶対、何があっても、今まで。彼が、素直にお会計してくれたことは一回もなくて、いつも俺が出すか、じゃんけん。普段はおごることのない西畑が、素直に会計をしてくれたことに驚いていた。 長瀬は、大和が誘ったからかわからんけどと分析しながらも、タクシーも手配してくれて、家までと至れりつくせりだったというのだ。大和れのおもてなしに、すごい驚きもあったし、退院祝いなのかなと話した。ただ、あの大和が何もなしで、おごってくれるなんてありえないから。あの大和が、ちょっとびっくりしましたね。開いた口が塞がらないというか、 と長瀬にとってはかなり衝撃的な出来事だったようだ。普段の西畑は素直にお金を払うことがなく、大体、いつもじゃんけん勝っても、しぶしぶ、クソって言いながら払ったりすんねんけど、いいよいいよみたいな。大我れじゃないみたいだったねと話した。大我れから誘われると、より、もてなされるんだね。大事件です。大和がおごりましたと笑いながら報告した。 日本のエンターテインメント界で俳優やアイドルとして活躍する長瀬蓮と西畑大吾の友情は多くのファンの心に強く刻まれています。彼らの親密さはファンの間で語り草となっており、その絆を示すエピソードが SNS 上で話題になることもしばしばです。この記事では、 長瀬蓮と西畑大吾の友情の魅力を掘り下げ、そのエピソードの背景に迫ります。長瀬蓮と西畑大吾は、共にジャニーズ事務所に所属し、アイドル業界で輝かしいキャリアを築いています。二人の出会いは、彼らの芸能界デビュー当初に遡ります。共演やメディア出演を通じて、 徐々に信頼関係が築かれ、お互いの支えとなる関係が育まれていきました。特に、同じ舞台やイベントで共演する機会が多かったことが、彼らの絆を深める要因となったと言われています。最近、SNS では、長瀬廉と西畑大吾の心温まるエピソードが話題になっています。ファンたちは、大吾くんからの粋なお祝いやね大吾くんごってくれたって、 心配してたんだね、大連、尊いといったコメントで盛り上がり、そのエピソードがもたらす感動をシェアしています。例えば、西畑大和が長瀬連の誕生日に、サプライズでプレゼントを用意し、心温まるメッセージを添えたことが、話題になりました。長瀬連はこのプレゼントに感激し、SNS でそのエピソードをシェアして、ファンからの祝福の声が集まりました。また、 日常的な交流でもお互いを気遣う姿勢が見られ多くのファンがその親密さに心を打たれています。長瀬廉と西畑大吾の友情は単なるアイドル仲間以上の深い関係です。彼らはお互いの仕事やプライベートにおいても支え合い理解し合う姿勢を持っています。例えば長瀬廉が新しいプロジェクトに挑戦する際には 西畑大我が応援のメッセージを送り、逆に、西畑大我が困難な状況に直面した時には、長瀬廉が積極的にサポートを申し出るなど、その深い信頼関係が伺えます。このようなエピソードは、彼らの友情が単なる表面的なものではなく、実際に日常生活の中でしっかりと根付いていることを示しています。ファンは、 その温かい関係性に感動し、二人の絆をさらに応援し続けています。最近、長瀬恋が自身の体験を通じて思いがけない感動を明かしました。彼の言葉からは、大荒れとの交流に対する深い驚きと感謝の気持ちが溢れています。この記事では、彼の驚きのエピソードを中心に、その背景や感情を詳しく掘り下げてみたいと思います。 長瀬廉は、友人である、大和が予期せぬ行動に出たことについて、心から、驚きと感動を覚えたと語っています。彼の発言を聞けば、その瞬間の感動が手に取るようにわかります。あの大和が何もなしでおごってくれるなんてありえないから。あの大和が笑いと、長瀬は冗談まじりに話しました。この一言には、大和れの普段の姿を知っているからこその驚きが、 込められています長瀬がこの出来事に対して結構これはびっくりしました開いた口がふさがらないというかと述べたことからもその意外性と新鮮さが伝わってきます普段から彼は大荒れとじゃんけんをしてもクソと言いながらしぶしぶ支払うのが常だったのですしかし今回はいいよいいよと気軽におごってくれたとのことで その違いに大いに驚いたようです。大我のこの行動は彼の普段の姿とは違っていたため、長瀬にとってはまさに意外なサプライズだったのでしょう。普段の大和がどれだけ控えめであったとしても、今回は彼がとてもオープンに、そして親しみやすく、振る舞ったことがわかります。長瀬が大体、いつもじゃんけん勝ってもしぶしぶ、クソ。 って言いいよいいよみたいな大荒れじゃないみたいやったねと語ったようにこの場面はまさに大荒れの新たな一面を見せるものでしたこのエピソードは単なる驚きの出来事以上のものを示していますそれは友人との深い絆や互いに対する尊敬と感謝の気持ちが現れた瞬間でもあります長瀬が ちょっと感動しましたと述べたことからも彼の心の奥底で感じた温かい感情が伝わってきます。友人である大荒れの行動が長瀬にとってはただのサプライズではなく彼の心に深く残る感動的な瞬間だったことが伺えます。このような小さなエピソードの中に彼らの友情の深さやお互いへの気配りが垣間見えることに多くのファンは共感し、 喜びを感じることでしょう長瀬廉と大我のこの心温まる交流は彼らの間にある絆の強さを示す素敵な証でありこれからも彼らの友情の一端として記憶に残ることでしょう日本のエンターテインメント業界で注目を集める若手スター長瀬廉キングプリンスはファンやメディアからの支持を集める一方 日常生活の中でも素敵なエピソードをたくさん持っています。最近、彼は西畑大吾なにわ男子との特別な夜の体験について語り、その内容が多くのファンに感動を与えました。このエピソードは、長瀬廉と西畑大吾の友情や彼らの人柄の一端を垣間見ることができる貴重な瞬間です。長瀬廉は最近のインタビューで、 西畑大悟との夜を振り返り、西畑から誘われると、すごくもてなされるのだと感じたと述べました。二人の間柄は単なる共演者や友人を超えたものであり、互いにリスペクトし合いながらも、自然体で接する関係性が垣間見えます。西畑大悟の心温まるもてなしに対する長瀬の感謝の気持ちは、彼の言葉からも強く伝わってきます。 インタビュー中、長瀬は、面白かったね。大事件です。大和がおごりました。三人分笑いと、冗談まじりに語りました。この言葉からは、西畑大吾の思いやりと、彼のフレンドリーな性格がうかがえます。普通なら、気軽に済ませてしまうような食事の場面も、長瀬にとっては、大事件と呼ぶに至る特別な出来事だったのです。このようなエピソードが、ファンに愛される理由は、 彼らの真摯で温かい人間性にあります。西畑と長瀬の関係は彼らのプライベートな瞬間にまで及びます。こうしたエピソードはファンにとっても非常に魅力的です。彼らの自然体でのやりとりや互いに対する思いやりがさらにその友情を深めています。このようなエピソードはファンにとっては見えない部分での感動を与え、 彼らの関係性をより一層深く感じさせてくれます。